じゃあそれを聞いたパウロは何をやったか。パウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り、何ですか、何について論じた。神の国について論じた。28章もそうですね。神の国のことを証しした。ピリポもそうでしたね。ピリポも